くよくよしないで聞いて、笑顔が一番素敵だから、何度もこんなことはあった、その度乗り越えてきたでしょう。鉄棒できずにいじけて、泣きべそ書いてた放課後の校庭、血まめがにじむほど練習した、あれも君だよ。まだやれるさ、諦めないで、今こそ底力を見せよう。食いしばって痩せ我慢して、ここまで来たんだから。さよならの向こうを今も生きてる自分が大嫌いだった、そんな君を好きな人もいる。なくしたもの、壊れてしまったもの、悲しかったこと、苦しかったこと、うまくいかなかったこと、そのすべてを一つ一つ乗り越えてきた、それも君だよ。その強さでほら頑張って、誰かが支え来たんだから。